ゲームの記憶をたどると不意に浮かぶ懐かしい音楽。ずっと忘れていたはずのメロディーがひとたび頭に流れると、パーカッションの響きや主旋律の奥に潜む音色までもが鮮やかに蘇ります。それはまるで時を超える不思議な魔法のようです。今回はマリオやゼルダシリーズの作曲家、近藤浩二さんの半生をたどります。影響を受けた音楽家や開発過程での苦悩や困難、そしてそれを乗り越えることで築いた独自の哲学など、近藤さんの楽曲の秘密を探ることで、ゲーム音楽に秘められた魔法の正体を一緒に解き明かしていきましょう。1990年、近藤さんはポール・マッカートニーの日本公演に招待されます。宮本さんがマリオの音楽を作曲した近藤ですと紹介してくれた時に、ポールがタタタタタタって歌ってくれたんです。その時にこんな人まで知ってくれてるんだと実感しました。そして2023年、その世界で最も有名なゲーム音楽はジョン・レノンのイマジンと共に音の遺産としてアメリカ議会図書館に永久に保存されることになります。近藤さんが誕生したのは1961年8月13日、くしくもビートルズ結成の翌年のことでした。近藤さんが生まれたのは愛知県名古屋市。5歳からヤマハ音楽教室に通い始めると、小学生でピアノとエレクトーンのいずれかを選ぶように迫られます。ピアノで練習曲を覚えるだけではつまらない、歌を覚えて演奏できるようになりたいと思ったんです。でも今思えば、あの時ピアノを習っていればよかったと思うこともあります。しかしこの時エレクトーンを選び、ポピュラー音楽を中心に様々なジャンルに触れたことは、後の幅広い作曲スタイルに確かな影響を与えるのでした。1974年、中学生になった近藤さんは新たな興味に出会います。それはロック。ディープパープルやイエス、レインボーなどに熱中し、自身でもバンドを結成。オルガンを小さなアンプにつなぎ、ハードロックの音作りに挑戦していたといいます。しかし当時の夢は決してロックスターになることではなく、スタジオミュージシャンのように様々な種類の音楽を演奏することだったとか。なお、この時聴いていた音楽の影響は後の作品にも色濃く現れています。1977年、高校生になった近藤さんを魅了したのはフュージョンやジャズをベースにしたサウンドです。中でも近藤さんにとってアイドル的存在だったのが渡辺貞夫さん。楽曲をエレクトーンで練習し、コンサートにも足を運ぶなど、彼の音楽に夢中だったといいます。私は様々なものから影響を受けていますが、ゲーム音楽を作るという意味では、初めから渡辺貞夫さんのような音楽を作りたいと考えていました。メロディーが覚えやすいとか、難しいコードが入っていないのにジャズっぽいとか、曲がシンプルだけどかっこいいとか、そんなところに憧れがあり、それを目指していたんです。当時の近藤さんをさらに熱中させたのがシンセサイザー。両親にヤマハの CS30 をプレゼントしてもらうと、多彩な音作りができるアナログシンセサイザーの虜となり、ライオンの方向など、限りなくリアルなサウンドを作っては友人に自慢していたといいます。この頃になると、将来の自分を想像した時にエレクトーンやピアノを弾いている姿よりも効果音の制作に携わっている姿が浮かぶようになったんです。こうした目標から大阪芸術大学へ進学しました。1980年、大学生となった近藤さんは大阪芸術大学芸術計画学科にて、作曲やミキシングの他に絵画や文学といった幅広い分野の芸術を学びます。学業以外では、お気に入りの喫茶店に登場したテーブル型ゲーム筐体に魅了され、ドンキーコングに熱中。ゲームこそ理想のサウンドを作れる場所かもしれない。そう考えるようになった近藤さんは、コンピューターを使ったサウンド制作に取り組み始めます。そして、大学生活も終盤を迎えた1983年、近藤さんのもとに運命を決定づける出来事が訪れます。大学の就職案内に任天堂のサウンド担当募集があり、それを友人から聞いて即応募しました。ゲームが好きでしたし、シンセサイザーで曲を作るのも好きだったので、自分の居場所はここしかないと思ったんです。その言葉の通り、近藤さんが就職活動で応募した会社は任天堂一社のみ。そんな危うい賭けに出たにもかかわらず、見事任天堂の音楽専門スタッフ第1号として採用が決まります。なお、近藤さんの入社以前は、音楽の素養がある技術者がゲームにサウンドを加えていました。その役目を担ったのが金岡幸雄さんと田中博和さん。
それぞれ電気工学科の出身でありながら、任天堂の初期のアーケードゲームスペースファイヤーバードや近藤さんも夢中になって遊んだドンキーコングのサウンドを担当しています。当時は作曲担当者がプログラミングまで行うことが一般的であり、後に近藤さんは金岡さんには本当にプログラミングの基礎から教わった、効果音のプログラミングやサウンドエンジニアリングの基本を学べたのも全て金岡さんのおかげですと振り返っています。大学の卒業を間近に控えた近藤さんは、金岡さんから一つの課題を与えられます。それは3つの音でスポーツ番組風の独自の音楽を作り出してくださいというもの。その成果が近藤さんのデビュー作パンチアウトです。この時近藤さんが担当したのはアーケード版の音楽ですが、そこで作ったいくつかのサウンドは後にリリースされるファミコン版でも確認できます。その後任天堂へ正式に入社した近藤さんはアーケードゲームゴルフの音楽制作に携わり、ファミリーベーシックにてドラえもんや松田聖子さんの楽曲をプログラムするための解説を監修。そしてこれらの仕事を終えた近藤さんはファミコンソフトの制作へ参加していきます。ファミコン時代の音楽制作は不便さや制約との戦い。当時は鍵盤の演奏を直接データ化できる MIDI のような技術は存在しなかったため、近藤さんは自宅のエレクトーンでアイデアをメモし、それをオフィスのコンピューターに入力するという方法で開発を進めていたそうです。ファミコンで使用できる音源は矩形波と呼ばれるものが2つに、三角波と呼ばれるものが1つ、これに効果音やパーカッションで使われるノイズ、そして DPCM と呼ばれるサンプリング機能の5つのみ。しかもメモリの制約から同時に鳴らせるのは3音程度だったといいます。近藤さんは限られた音源でプレイヤーの想像力を刺激し、ゲームにマッチする音楽を作るには工夫が必要だったと述べながらも、こうした制約の中で工夫を凝らすことはパズルのようで楽しかったと振り返っており、ファミコンは基本のような存在、ゲーム音楽の仕事を続けられたのはファミコンのおかげですと感謝の思いを述べています。近藤さんのファミコンデビュー作となったのがデビルワールドです。ボーナスステージの楽曲を手掛けることになった近藤さんは、大学からの同期で本作でデザイナーを務めた手塚さんと共に楽曲に歌詞をつけ、楽譜と一緒に取扱説明書に掲載するという新しい試みを行います。結果的に掲載は見送られますが、こうした意欲的な姿勢が本作でディレクターを務めた宮本茂さんに評価され、近藤さんはファミコンの集大成となる一大プロジェクトに招かれるのでした。それがスーパーマリオブラザーズ。ファミコンの音楽制作は通常完成の1ヶ月前に音をつけてくださいと言われることが一般的でした。しかしファミコンは音を鳴らすためにも CPU を使用するため、稀にサウンドを追加した途端に処理が間に合わなくなることがあったといいます。そのためファミコンの集大成となるスーパーマリオでは、試作段階から音楽を準備することで丁寧に計画を進行。これが本作の印象的なサウンドを形作ることに大きく寄与しました。ディレクターやデザイナーのフィードバックを受けながらサウンドを制作することで、ゲームプレイに寄り添うゲームのための音楽が完成したのです。スーパーマリオの音楽を作るにあたって、近藤さんはまずゲームのビジュアルを共有されたと述べています。当時は黒い背景のゲームが主流の中、本作の背景は緑に青。広々とした草原を歩いているということで、一番最初は軽やかで穏やかな曲を作りました。ハーモニカの演奏が聞こえてきそうな、そんな曲です。しかしこの楽曲が大不評。ゲームと合わせて音楽を流してみたところ、チームの面々から気持ち悪いと言われてしまいます。のほほんとした曲調がマリオが走ったりジャンプするリズムと全く合っていなかったのです。そこで近藤さんが取った手段は、何度も繰り返しゲームを遊ぶこと。これによりそのゲームが持つ独自のリズムを把握しようと試みます。そして誕生したのがあの地上 BGM です。プレイヤーが感情を込めるのは操作するキャラクター、つまりビジュアルを表現するよりもキャラクターのリズムに焦点を当てることの方が優先度は高く、そうしなければプレイヤーは気持ち悪さを感じてしまう。こうした学びから、近藤さんのゲーム音楽作りの哲学にリズムという要素が加わります。なお近藤さんは2001年のインタビューにおいて、この楽曲を制作する上で自身のアイドルであった渡辺貞夫さんの影響を挙げ、さらに日本のフュージョンバンド T スクエアの影響も受けていると述べています。実際に同バンドのシスターマリアンという楽曲にはおなじみのドソミという印象的なフレーズが見られます。思春期にジャズやフュージョンと出会っていなければ、マリオのテーマソングは全く違ったものになっていたのかもしれません。
本作の楽曲でディレクターの宮本さんを特に感動させたというのが地下の BGM です。この楽曲は地下に入ったプレイヤーが感じるべき不気味な印象を作り出すために4分の4拍子と4分の3拍子を織り交ぜることでカウントが数えづらくなっており、宮本さんはこうしたギミックに対して音楽を専門に勉強してきた人でやってよかったなぁと本当に嬉しかったと当時の思いを振り返っています。また近藤さんが最初に完成させた楽曲は滑らかなストリングス感を意識したという水中の BGM、 地上の BGM がテーマが見つからず悩んでいたのに対して水中の BGM は4分の3拍子を意識することですぐに完成したといいます。その他にもクッパステージで流れる城の BGM やスターを取った時の無敵の BGM など、それぞれのステージやシチュエーションに応じて曲の印象をガラッと変えることで本作のゲームプレイが持つバラエティ性はより増幅されました。これらのサウンドも支えとなって1985年9月に発売を迎えたスーパーマリオブラザーズは社会現象ともいえる大ブームを巻き起こします。そしてこの爆発的ヒットの裏でもう一つの傑作が同時に作られていたことは以前ご紹介した通り、そうディスクシステムのローンチタイトルとして発売されたゼルダの伝説です。近藤さんはディスクシステム第1弾となるゼルダの伝説で従来のソフトとの違いを明確に示すように作曲したといいます。ディスクシステムでは音源が1つ増えました。これによりこれまで難しかったビブラートがかけれるようになり、ファミコンのチープな音だけでなく楽器に近い音色も使用できるようになったんです。実際に後に北米で発売されたネス版と比較すると表現の幅が大きく広がったことがわかります。とはいえこの新しい音源はゲーム本編で音楽ではなく効果音を豪華にするために使用され、近藤さんはアクションの手応えを重要視する宮本さんから何度も修正を求められたと述べています。さらに近藤さんはタイトル曲を作る上での苦悩を次のように振り返ります。スーパーマリオとは世界観が違いますし全く異なる曲が求められるので、オープニングロールにはどんな曲をつければいいのかとても悩んだことを覚えています。手塚が書いた発注書にはタイトルミュージックとしか書かれていませんでしたし、以前ご紹介した通りタイトルの楽曲は著作権の問題で使用できなくなったモーリス・ラベルのボレロの代わりに急遽一夜で制作されたもの、完全なる新曲ではなくゲーム本編の地上 BGM をアレンジしたものとなっていますが、それがかえって作品に統一感を生むことに成功しています。マリオに続きゼルダでも素晴らしいサウンドを作り上げた近藤さん、キャリア2年目で社会現象ともいえる大ヒットゲームに携われたことは近藤さんにとって幸運と呼べる出来事だったはずですが、それと同時に人知れぬ重圧に苦悩する過酷な状況でもありました。初代スーパーマリオの地上 BGM のトラウマといいますか、あの曲が自分にすごく影響してマリオ3の時はすごく苦労したという思いがあります。スーパーマリオブラザーズ3において近藤さんは様々なプレッシャーから周囲の声を意識しすぎるあまり迷いが生じてしまったと振り返ります。初代マリオの曲を作った時、もともと自分の中ではラテンというイメージを持っていなかったのに、周りからラテンだ、ジャズだと言われていたので、そんな風に自分でもイメージを植え付けてしまいました。そこでマリオ3の曲を作る時は、ラテンとは違うものを作ろうと思うようになり、今度はレゲエで行ってみようと。しかし、このようなジャンルに縛られた発想が悩みの元となり、マリオ3の地上 BGM 作りは難航。作成した楽曲がなかなかディレクター陣に認めてもらえず、何度も修正を重ねることになってしまいます。初代スーパーマリオではキャラクターのリズムに合わせた楽曲が成功を収めたにもかかわらず、マリオ3ではレゲエというジャンルにとらわれ、ゲームのリズムにそぐわない音楽を生んでしまった。このような経験から、近藤さんのリズムを重んじる哲学は一層強まっていくのでした。なお、マリオ3の開発当時は半導体業界が新しいチップを開発したことでカートリッジで扱える容量が増えていました。そこで近藤さんは従来の地上や地下、水中などステージごとの音楽に加え、ワールドマップにもそれぞれ音楽を用意するなど過去作と比べて大幅に楽曲を追加。しかし曲数を増やしたことがリリース後に冷ややかな反応を招いてしまいます。それは印象に残る曲が少ないというもの。後に近藤さんはゲーム中にあまりに多くの曲が流れることで1曲あたりの印象が薄れてしまったと分析しています。初代スーパーマリオの開発チームが8名程度だったのに対し、マリオ3の頃には30名にまで増えていました。しかし当時は効果音を含めプロジェクトにおける全てのサウンドを一人で担当していたという近藤さんは人知れずこうした重圧や葛藤と戦い続けていくのでした。
とはいえ、当時の近藤さんの言葉を振り返ると、ハードの進化を決して悲観的には捉えておらず、むしろ前向きな姿勢を示しています。ハードが進化するほど音楽のクオリティも上がり、やがてゲーム音楽も一般の音楽と同じ土俵で戦わなくてはならなくなる。ゲーム音楽はゲームのための音楽であることを念頭に置きつつ、新しいチャレンジに取り組みたいと思っています。この言葉の通り、近藤さんはそれ以降もハードの進化とともに様々な挑戦を繰り返し、ゲーム音楽に関する哲学を磨いていきました。そして2007年に開催されたゲームデベロッパーズカンファレンスにて、それまでに培ったゲーム音楽論をサウンドクリエイターに向けたセッションで披露することになります。2007年3月7日、近藤さんによるセッション、インタラクティブな音風景を描き出すが開催。皮肉にもかつての夢とは対照的に、この日の近藤さんはまるでロックスターのような歓声と拍手に包まれながら、それまでのキャリアで培ったゲーム音楽を作る上で重要となる3つの要素を紹介しました。一つ目の要素はリズム。すべてのゲームには何らかの形で独特のリズムが存在します。キャラクターの動きもそうだし、プレイヤーがボタンを押すタイミングもそう。これらのリズムを把握し、最も満足度の高いリズムを使い音楽を作ることが重要です。そのためには制作中のゲームを何度もプレイする必要があります。これはビジュアルからサウンドを作ってしまった初代マリオや、ジャンルにとらわれたことで悩みが生じたマリオ3から得た教訓と言えるでしょう。2つ目の要素はバランス。近藤さんはゲームのサウンドは様々な点において慎重にバランスを調整すべきだと話します。その一つが効果音と BGM のバランスです。地響きや溶岩が流れるときは音楽では低音を流さないようにするべきです。またプレイヤーキャラクターは通常画面の中央に位置します。ですからキャラクターによる効果音はセンターから出力し、その音を際立たせるために楽器は左右に割り振って配置します。また近藤さんはゲーム内の異なる楽曲間のバランスも重要だと伝えています。ゲームで流れる全ての楽曲は個々の作品ではなく一つの作品として考慮されるべきです。タイトル曲はイントロ部分、ボス曲はサビの部分というように、それぞれの楽曲が互いにどのようにつながるかを考慮し、ゲームの始めから終わりまでの全体的なバランスを取ることが重要です。さらに一つのモチーフをゲーム全体やシリーズ全体で共有することで作品に統一感や親しみが生まれると述べており、例としてマリオシリーズで共通する無敵状態の音楽を挙げています。なおこのセッションでは触れられていませんが、スーパーマリオワールドでは地上、地下、水中、砦など様々なシーンで一つのモチーフに沿った音楽が使用されています。このような仕掛けはマリオ3で印象に残る曲が少ないと言われてしまったことへの一つの答えと言えるかもしれません。余談ですが、カービィやスマブラの生みの親である桜井正宏さんも自身の YouTube チャンネルにて同様の手法を紹介しており、好んで使うと述べています。そして3つ目の要素がインタラクティブ。ゲームが他のメディアと違うのはリアルタイムに反応があるということ。このインタラクティブ性を活用することがゲーム音楽を作る上で最も重要だと考えています。近藤さんはスーパーマリオブラザーズで残り時間が短くなると曲のテンポが速くなる例を挙げ、キャラクターやプレイヤーの状況に応じて音楽を変化させることがゲーム音楽の独自性だと説明しました。同様にスーパーマリオワールドではヨッシーに乗ると BGM にパーカッションが追加されるといったインタラクティブな表現が見られます。パワーアップを示すには無敵状態のように曲自体を変更することもできましたが、乗り降りの度に音楽が変わるのは混乱を招くと考えたそうです。またスーパーマリオ64の水中ステージも恒例の一つ。このステージでは最初はシンプルなエレクトリックピアノのメロディーが流れますが、マリオが水中に潜ると弦楽器が追加され、さらにゴールが間近に迫るとパーカッションが加わり、楽曲は完成を迎えます。その日近藤さんが語った哲学は今や業界全体に広がり、ゲーム音楽におけるインタラクティブな表現は一般的なものとなっています。こうした哲学を黎明期から磨き続け、ハードの進化とともにゲーム音楽の可能性を広げてきた近藤さんの功績は計り知れません。しかしそんな近藤さんにもこの時点ではまだ解決できていない一つの課題が残されていました。それはオーケストラの採用。
ハードの性能が向上し、音楽制作の制約が緩和されると、鳴らせる音の種類や表現できる音楽ジャンルは飛躍的に広がりました。その結果、ゲーム業界ではオーケストラの音源を用いるゲームや、市販の音楽 CD 並みの高品質なサウンドを採用するゲームが登場し始めます。しかし近藤さんは、ゲーム音楽におけるリズムはゲームに従うべきだと考えており、指揮者のリズムに合わせるオーケストラの採用には慎重な態度を示していました。まるでゲーム機とは別の CD プレイヤーから聞こえてくる音楽に合わせてゲームをプレイしているような感じがするので、任天堂としては生演奏の音楽はあまり使ってこなかったんです。ところがそんな近藤さんにオーケストラの採用を検討するきっかけが訪れます。それはトワイライトプリンセスのトレーラー制作。完成した映像があまりにも迫力に満ちていたため、それに劣らないダイナミックなサウンドが求められたのです。トレイラーの音楽を録音する過程で、生楽器の音楽がいかにパワフルであるかを再認識しました。任天堂のゲームで複雑なレイヤーを持つデジタル音楽を何時間もかけて作ったとしても、人工的な音は生楽器の本当の深みや表現力に勝てません。今回トレイラーを録音したことで、ゲームのオーケストラ音楽に挑戦する意欲が湧いてきました。さらにこのインタビューでは、50人規模のフルオーケストラでアクションシーンを、弦楽四重奏で叙情的なシーンを表現したいと具体的な構想も語っており、オーケストラの採用に対して前向きな姿勢を示しています。しかし結果は不採用。音楽を楽譜通りに演奏するオーケストラ楽曲は変化をつけるのが難しく、インタラクティブ性という意味では内蔵音源で鳴らすゲーム音楽に勝てないという判断がありました。かつてはこうしたプロジェクトにおけるサウンドの課題を一人で担っていた近藤さん。しかし任天堂64の登場以降、サウンドチームは大きく成長し、近藤さんは次世代の才能を育てるマネージャーへと立場を変えていました。そしてハードの進化とともにゲーム音楽の可能性を広げてきた近藤さんの精神は、任天堂のサウンドチームに受け継がれ、オーケストラをゲームにどう組み込むかという問題に対して一つの答えが導き出されます。マリオシリーズで初めてオーケストラを採用したタイトル、それがスーパーマリオギャラクシー。メインコンポーザーを務めた横田真人さんは次のように語ります。本来生の楽器を使った演奏はスタジオ内のテンポで演奏されるため、マリオの走るテンポとは微妙にずれていくことが多いんです。そこでカチッカチッカチッって鳴るようなゲームのテンポに完全に合わせたメトロノームのようなものを用意して 100% このリズムに合わせて演奏してくださいとお願いしました。このように指揮者ではなくゲームのリズムに沿ったズレのないオーケストラの音源を用意することで、マリオがスターリングを飛び出す時に BGM とぴったり合うようにハープの音を鳴らすといった、生音源と内蔵音源を組み合わせたインタラクティブなサウンドを実現することが可能になります。オーケストラであっても決して別の CD プレイヤーから聞こえてくるような BGM ではなく、ゲームと調和するサウンドが完成したのです。近藤さんはマリオギャラクシーにおいてアドバイザーを務めたほか、コンポーザーとして4つの楽曲を制作。残りの楽曲を全て担当することになった横田さんは、責任ある役割に大いに悩んだといいます。まずマリオらしさについて深く考えることから始めた横田さんは、ラテン系の音楽がシリーズの象徴だと結論付け、ポップでトロピカルな楽曲を制作します。しかし近藤さんはそれを却下。横田さんの中にマリオが可愛いというイメージがあったらそれは捨ててください。マリオはね、かっこいいんです。この言葉を受けて再び制作に挑む横田さんでしたが、確信を持って制作した曲がボツになったことで、次がダメなら仕事を辞めようと考えるほどサウンドの方向性に悩んでしまいます。そこで横田さんがアドバイスを求めたのはマリオの生みの親、宮本さんをサウンドの部屋に呼んでパターンの異なる曲を聴いてもらったんです。一つはオーケストラ風のサウンド、もう一つはオーケストラとポップサウンドを融合させた曲、3曲目はポップな曲を聴いてもらいました。その時誰が作った曲なのかは内緒にしていたのですが、宮本さんがこの曲の方向性でいこうって選んだのがエッグプラネットという曲です。この曲にドラムセットは登場せず、それまでのマリオにあったラテンやトロピカルな要素は見当たりません。それでも宮本さんはこの曲を指してこう述べたそうです。これがいい、これが一番宇宙っぽいよね。その一言により、横田さんは宇宙というフィールドを音楽で表現しきれていないことに気づかされます。任天堂の看板シリーズを任されたプレッシャーから、表面上のマリオらしさを模倣することに固執し、本質を見失っていたのです。
その瞬間から横田さんは従来のラテンやトロピカルといったテイストから解放され、本作で目指すべきサウンドの方向性が明確になったと述べています。なお、この時宮本さんが選んだエッグプラネットの作曲者は、何を隠そう、近藤さん。マリオを支え続けた作曲家は、やはり誰よりもマリオらしさの本質を理解していたのでした。スーパーマリオギャラクシーは魅力的なサウンドを含むゲームプレイが話題となり、世界累計1280万本の売り上げを記録。2007年度の IGN ゲームオブザイヤーを受賞し、レビュー集計サイトメタクリティックでは73件のメディアレビューに基づき100点中97点の評価で歴代6位を獲得。さらに第5回英国アカデミー賞ゲーム部門でベストゲーム賞を受賞し、2008年日本ゲーム大賞において優秀賞を獲得しています。こうしてハードウェアの進化に伴う課題を見事に克服し、オーケストラを用いて作られた壮大でインタラクティブなサウンドはゲーム音楽の歴史に新たな1ページを刻み込んだのでした。ゲーム音楽の目的とは何か、その問いに近藤さんは次のように述べています。ゲームの楽しさを増幅させること、リズム、バランス、インタラクティブという3つの要素も、全てはゲームをより楽しい体験へと導くためのものでした。近藤さんから多くのことを学んだと語る横田さんは次のように述べています。自分が今マリオの曲を作るときに考えているのは、立ち止まらせない曲を作るということです。常に一歩でも前に進めるような音楽にしたい。だからすごく気をつけているのはイントロです。マリオはリトライが多いゲームなので、イントロを聞いた時に常に前向きになれるように心がけています。そしてこれまで近藤さんが作ってきた曲にはそのようなパワーがあったからこそ、ずっと聴き続けることができて、さあもう一回という気持ちになれたんだと思うんです。さらにスーパーマリオギャラクシー2でコンポーザーを務めた永松亮さんはこう続けます。子供の頃にいろんなゲームで遊んでいましたけど、スーパーマリオと他のゲームとの違いは多分そこだったような気がします。どんなゲームでもミスをするとどうしても腹が立つんですけど、マリオの場合はもう一回やってやるっていう気持ちになれたんです。もちろん何度も遊びたくなる仕掛けはサウンド以外のゲームプレイにもあることは言うまでもありません。しかしゲームの面白さをさらに引き立て、遊びたいという気持ちを前進させる音楽の力によって、プレイヤーは近藤さんのメロディーを繰り返し耳にすることになりました。数十年が経った今でもその旋律にわずかに触れるだけで、その先に続くメロディーがおのずと頭を駆け巡るのは、そこに理由がありそうです。そしてそれこそが近藤さんが私たちにかけた魔法の正体なのかもしれません。昨年10月の任天堂ダイレクトで、マリオの映画ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーにおいて近藤さんの協力が発表されました。その後のインタビューによれば、近藤さんはスコアコンサルタントとして映画を引き立てるような楽曲のリストをコンポーザーであるブライアン・タイラー氏に提供したとのこと。すでにアメリカで公開されているこの映画は、わずか5日で約500億円の興行収入を記録し、今年最大級のヒット作になることが期待されています。音楽に注目すると、ことさら映画館で見ることに意味がある作品と言えそうです。日本での公開は4月28日。近藤さんの生み出したゲーム音楽が映画をどのように盛り上げるのか、ゴールデンウィークの過ごし方に余裕がある方はぜひ体験してみてはいかがでしょうか。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゲームディグでは、いつまでも心に残るようなゲームを深掘りして、遊ぶだけでは気づけなかった魅力やバックストーリーなど、大好きなゲームの新たな一面をお届けすることを目指しています。この動画を楽しんでいただけた方は、ぜひ概要欄にある他の動画もチェックしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ひねるでした。